注目の原因は何？これはあれか、エルグランドを5台発注しすぎたとかね。いやいやいや、エルグランド注目はないです。そういうことじゃないと思う。毎年のルーティーンにハマるバンドじゃなかった。まあそういうのも確かにそうか、そう言われるとな。TM レボリューションもそうだし、うん、ルナシーもそうだし、うん、一度動き出すと歯車がいくつも動いて、うん、当然そこで生活しているスタッフもいるし、そうね、毎年何かを作ろうっていうことを、うん、こう前段階から計画して仕事が決まって、そうね、まあ年一アルバムで年一ツアーみたいなのが大体決まってくるしね、うん、で多分ね、心の準備が追いつかなかったんだと思うの。とにかく俺たち一番なりたいみたいな気持ちでバンドやってただけなのに、うん、ある程度こう、まあ、ビジネスっていうレールに乗ると、はい来年いつレコーディングで、ツアーがいつです、はい何会場やりましょう、はい次はこうやります、こうやりますってどんどん決まっていくから、まあそうね、これからここまでは曲作りの期間ですよみたいな、うん、もうここからもうすぐツアーに入るんで、うん、まあ、これまでになんとかいろんなものあげてくださいねみたいになっちゃうの。まあでもね、当然だけどやっぱり規模感も考えると会場を抑えたりとか、そうね、そういうこうね、そう、いろんなこう、今だったらすごい分かるんだよね。そうね、この1ヶ月でアルバム作ってって言われたら今だったら作れるけど、うん、でも当時の自分たちの中でやっぱりこう本当にこれでいいのかなみたいな、なるほどな、捨てきれないその青さというか、うん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 、そういうのも多分あったんだと思うんだよね。でもそこが良さだったじゃない、うん、なんかそのルナシーとか、まあ本当にそのなんつうかな、今でこそ本当にそのまあビジュアル系とかって本当に、うん、で、はい、もうなんか認知もされてるし、うん、で一つのこうカテゴリーとかジャンルみたいな形で、うん、もうなんか確立されてるけど、はい、そこがこう本当にもうちょっと確立される手前だったりもしてたので、うん、なんかカウンターとしてもっとこうなんつうかな、尖ってなきゃいけないみたいな、そういうのところもね、若干あったようにも思うから、うん、なんかそれがこう普通にいわゆるこうディールみたいなものに乗っけられて、ホリコさっき言ったみたいに年一アルバム年一ツアーみたいなものをこう規則的にやらなきゃいけないみたいなことを義務付けられると、うん、なんでみたいな、それ本当にノックなのみたいな感じになっちゃうところもね、ありましたね。今はね、今だとね、今だとすごくわかるから、本当に、うん、どうやってみんなを喜ばせる作品作ろうかっていう、うん、もうなんか前提が、だからその鶏なのか卵なのかってたった文言一つでも、うん、CD 売りましょうなのか、いい作品できたから一人でも多くの人にっていう、こう、入り口間違えるとなんか若いから分かんなくなっちゃうのね、うん。何のために頑張ってるんだろうって分からなくなるみたいな。うん、今は全然そんなことない。ちゃんと自分の中で自動通訳機が動いてくれる。なるほどね。じゃあそれも踏まえたから、やっぱり、それもちゃんと分かるようになったからもう一回ルナシーやろうみたいな感じに。実は、終幕から7年した時に一夜限りの復活してるんですよ。見に行ったじゃん。うん。来てくれた。行きましたよ。で、その時にほら、その後もトリビュートとかいろいろやってくれて、うんうん、でその時に、うん、やっぱ音がかっこよかったんだよね。はー、久しぶりになんか、うん、なんか改めて出した時のね、うんうんうん、で僕はもっと言えばいろんなミュージシャンと演奏してきたし、そうか、ソロでねずっとやってきてた、でメンバーもいろんな人とやったんだと思う。あー、なるほど、うん、いろんな人とジャムったし、セッションしたし、うんうんうん、アルバムも作りライブもやった、うんうん、7年間、うんうん、でどうなのかなって、あの時の音がっかりしたくないなっていう気持ちと、うん、多分すげえかっこよかったんだって気持ちがこう混在してる中で、うん、初日のスタジオに入ってったの、うん、でバンと音出た瞬間にこれはすごいバンドだわって思っちゃったね。かっこいい、うん、でどうしてもこれやりたいよなって気持ちが多分みんなの中に芽生えて